おぉ、チョビだ、トビビルディングだよ。トビビルディング、トビビルディングだ、そう、トビビルディング、あ、ビビですね、ビルだ、トビビルディング、ビルディング、あの、そう、これが俺が昔お世話になった、はい、トビの会社の社長さんのところだわ。マジですか、多分これマムシビールはうちの男の職人なんじゃないか。あ、そうなんですか。1位だよ、走んじゃないか。緊張するわ。なあ、さすがにお前、昔のお前修行した、はい、ところでな、はい、挨拶に行って緊張するな。え、何年前ですか。俺だって18とかの前じゃない。あ、そんな前なんすか。俺だって取締役だったけど、そこでまあ俺も元々16位だろ、同級生の親子のところでやっとって、はいはいはい、そこから俺結構何年も勤めたんじゃないかな、まあ、YouTuber 回していって言ったけど、はい、いきなり回すのびっくりしたから。失礼します。おはようございます。いや、ノックもなしです。あ、そうですね、ノックするんですかこれ。お久しぶりです。お久しぶりです。覚えてますか。ちょっと画面触っちゃったもんで、顔変わっちゃったもんで、あれですけど。整形したの。目やったっす。あ、そうなの。目と髪の毛もやってます。どうした。アデランスです。アデランス YouTube 見てないですね。見てないです。ちょっと自分ですよ。お久しぶりです。相変わらずOKで。とんでもねえ野郎だな。突然来て。お前なんでハゲてお前俺に勝つんだ。映されましたね、なんか。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。いいですか。これあんま映した。こっちはいいですか。全然いいよ。いいです。大丈夫。仕事もやらずに大谷翔平のビデオ見たいな。そういうことはちょっと映されるところ。それは困るけど。お久しぶりです。どうです。ちょっとなんか。座らせてもらってもいいですか。なんか相手してください。お世話になります。緊張するわ、さすがに。何が緊張するの。実際いくつになったのか。44です。え、44です。 6?44 です。4、もうそれ何歳ですか。え、何歳ですか。57だよ。おっさんじゃないですか。おじいちゃんになったんですね。おじいちゃんになった、おじいちゃんになった。あ、マジですか。でも体鍛えてるんですよ。鍛えてるですよね。座ってもいいですか。どうぞ。座ってもいいですか。いきなりカメラ回って緊張しますよね。しかも2台も。カメラから話しかけど、俺に言わせるよ、カメラじゃねえぞ。カメラじゃねえぞ。まあ、その覗きで使ってます。大丈夫、中所来て捕まるんだろうな。大丈夫だろうな。あ、そうですね、でも。57ですか。57。元2位が。どんな人かって言ったら、俺何回多分殴られてます。俺、そんなの言ってないの、課長は。まあまあ、でも、シノでみんな僕の頭なんか、あれですよね、シノだと。じゃあ、ヘルメット被ってるけど。シノで。そうそうそう。そういう意味ではなくて。そうですね。また、めちゃくちゃ、その有名、会社もいいんですか、キリベ組っていう話。キリベ組ってとこで、今、トビックって会社の社長やってるけど、キリベ組って、親会社に、の社長やと思います。いただきます。でも、まあ、あれですね。どうなんですか。あの、お世辞言うわけじゃないけど、性格好きだよ。本当ですか。性格はすか。まあ、仕事はどうでした。仕事は良かった。本当ですか。仕事できたね。僕が18の時に元にいくつですか。18の時だと31だ。1か。あ、そうだ。うちに遊びに来て、うちの風呂でトンベ食べて帰ってきやがった。それ使っていいやつです。あ、使っていい。で、カズも何、今仕事何やってるの。で、僕、うちは民間なんで逆に飛び込むの舐めてるんです。向こうから来る。そう、仕事しかやってないで、そこにもう相見つかちがちです。そうだよね。だからもう本当に仕事回すだけっていう。もう安いですね。もう今本当に昔あのチラシやってとか言ってたじゃないですか。10年前と今塗装屋でいくらでもあるんで、もう下げ合い下げ合いで、ね、だけどさ、叩き合いってよくないぞ。そうです。でも民間なんでやっぱ一般の人って分かんないじゃないですか。うん、そうするとやっぱ10万違うともうどんだけ説明書になるんですよ。あ、そうで、今、まあ、自分のところで足場やったり、シーリングも全部自分のところで職人抱えてるんで、まあ、自習生も使って、シール部隊だけで8人ぐらいおるんで、で足場が20人ぐらい、うちやってるんで、材料持って。で、まだ回ってますけど、で結局、ちっちゃいところとか、ホームページとかで、うちと同じなの、やれんけど、手抜くじゃないですか。手抜くね。それは、そうするとできないから、人気商売なんだから。で、足場の外注、シールも外注だったら。本当に頼む人に言いたいのは、はい、
高くてもいいとこ選ばないと。あ、そうですね、安くていいとこ選ぶ絶対ない。いいものをお値打ちにっていうの。そう、そう、それはいいんだけど、安くていいものは絶対ないから。あ、そうですね。絶対手抜かれるから。そうですね。うち安いですよってとこは、はい、ほぼほぼ手抜くよな。まあそうですね。間違いないよな。そうですね。ちなみに元にいるところはトビで。トビ、手間。まあ、でジェネコンとか。ジェネコン関係です、ね、清水建設の一次下請けで。そうですよね。頑張らさせていただいてます。はい。使っていいですか？清水建設は出してですか？あ、いいですよ。まあまあいいですよ。元請けのね。もう清水さんには本当足向けれない。抜けまくってましたね。抜けまくってなこと、ね、物言うじゃないですか。でも昔からそうじゃないですか。いやでもね、言うことはっきり言 う, う、まあ。まあ言うことははっきり言う。だけどね、俺ほらあの同期の工事長とかいるじゃない。はい。で俺が現役バリバリの頃知ってるわけじゃない。はい。そいつらに言われるのを、キリちゃん謝ってんだって言うよ。あ、マジっすか。お前頭下げんだって。あ、彼の時代簡単だよ。まあ、そうですよね、あの時は。いや、イケイケですもんね。で、またそういう時代だったんですか。だからね。今こうやってわーってやってるけど、まあ、安全帯問題とかもうちもあるんですけど。だからね、ヨシなんか知ってたろ、はい、小学校。ヨシって言われた。幼稚園、次男、うちの。あ、いや、僕は現場では一回ぐらいしかあったもんね。あいつ今、一発になって職長やってるけど、はい、あいつはだから安全帯してその片付けやってどうこうっていうのも当たり前に染み付いてて、はい、あの当時の切れ組に吉をポンと掘り込んでもトップクラスだよ。マジっすか。それぐらいできるわ。知らないそうになっちゃった。マジっすか。時代が操作しちゃったんだろうけど。怖いぞ。別にやんちゃくよとかだったわけじゃない。まあまあそうだな。やんちゃですか。でもそこまでやんちゃじゃないけど、うん、僕らの時代ってそうじゃないですか。そうそうそう、悪いことしかできないですよ。なんか飛び職入って落ちこぼれたりとか、体に染み込まされて殴られて、うん、でしたね。そういう時代じゃないですか、僕らって。そういうのではね、本当ね、レベルが高い。今きちっとしてる子がきちっちゃいから当たり前に。シートベルトって俺たちするの嫌だったろ。ああ、そうですね。だけど今もう当たり前にするだろ。高いか5メートル動くにもシートベルトが習慣になるだろ。ああ、ね、人間って習慣づくと行動変わるから、はい、なんか変わるんだよ。だけどそれが今の子は当たり前にできるっていうのが俺たちと今の子のたちのさ。ああ、まあ、そうですね。で今の子たちの一番いけないのは、うん、ぼんやりできない。逆に綺麗に収めちゃうっていう。あ、どういうことですか。物事だからデジタルだから俺たちはアナログだから、はい、まあ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 っていうのがある。ああ、なるほどなるほど。まあまあそこは、まあまあいいじゃんそこはって。だけど今の子はダメなんだ。いい感じっていうか、今の子はダメなんだよ。あ、もうマルカバスカ。マルカバスカって白黒つけちゃう。だけどその白黒が最初から答え持ってるから、なるほど。そこの答えを先に言わないとできない子が多い。だからアドリブ効きは少ないんだよ。アドリブが効かない子が多い。ああ、そうかもしれないですね。うん、で僕らの時代ってまあ。そういうことあったっすもんね、結構、まあ、俺たちはもう頭の中で絵描いてこんな感じだなって、うん、あ、ありました、ね、ぼんやり、はいはい、今の子は綺麗にやっちゃうからもっとぼんやりすればいい、うん、はっきり言ってくれんとわからんみたいな。そうそうそう、いや、こうやってやれって言ったらこうやってやってるやんみたいな。そうそうそう、で数字追っかけたり活字追っかけたりする子が多いから、はい、俺はそれは人を殺すからよくないなと思う。うん、やっぱそういうのを意識して、うん、教育とかしてめちゃめちゃ、それはうちの職人には全員言ってる。だけど末端まで行けたらやっぱり集めて、はい、ワイワイやって、はい、お前みたいにこうやってフランクに喋れないと、はい、職人はそうだから不真面目じゃないとダメよ。ああ、なるほどなるほど。真面目はあかん。あ、真面目な子っていうのは潰れるわ。不真面目じゃないと。あ、ここ一番で真面目になれる子が、はい、そういう意味ではね、そういう意味ではそう、真面目な時にやるときはピシッてやる。やれ、あんまり真面目でしたよね。真面目だよ。あんまりそうですね。お茶食いことやって酔っ払って帰ってきても仕事はちゃんと出てきたし、あの時結構ひどかったじゃないですか。みんなまあまあそういう時代じゃないですか。もう爆笑だったのは一つだけ言って、はい、すごい面白かった。一回10年ぐらいに遅れてきたんで、ね、はい、もうして、はい、で母さんてめえ何やってんだよって怒って、はい、すいません兄貴サングラスしてんの、はい、何やってんだお前バカ野郎って怒って現場10時頃くんだね。プシッて言ったら目パンパンに腫れてるんだ。殴られてるんだ。ジャックがいる。あれは笑ったな。ウルトラマンじゃねえんだよ。ボコボコにされてるんだ、ウルトラマン。そしたらもうその日を許してもらえた。許してもらえた。そんな俺大笑いで。許したって、まあ、とにかく仕事やろうって言って。ああ、そうですね。ありましたね、そんなことしたからね。来ることが大事。あ、まあそうですね。今の子は来ない。あ、もう全部が言ってたら遅刻したら、まあ、怒られるとか。来ない、怒られるとか。給料が下がるからもういいやとか。あ、ドライなところありますね、そうそうそう、今のところで。だから、言われたのは、社長は暑い寒いって毎年言ってて、はい、コンビニのバイトやってても同じ給料だったらコンビニ行きますよ。ああ、言いますよね。夏は涼しいし、うん、冬は暖かいし、はい、それね、コメント欄によくあるやつだよな、うん、って言われたら、やりたくないやらんときゃいけないみたいな世界ですけどね。そう、やりたくてやりたくてやっとるんだから、コンビニなんかもう逆にやれないですけどね、うん、もう今なんてやれないな。やれないですよ、ずっと立っとるだけだし、
楽しくないじゃないですか、うん、今って楽しいじゃないですか、まあ、ゴールがあるというか、うん、結果があるし、で こいつに仕事できるとかもなんかあるじゃないですか、うん、男同士でなんか競り合うみたいなのあるじゃないですか、今の子たちはそういう欲がない、でいい車乗るんだとか、はい、いいもの着るんだっていうのは今の時代にはないな。あれ何なんですかね、あのね、そうですよね、うん、やっぱり携帯とかそういう情報が先に来ちゃうからだと思うな、うん、そういうことですね、うん、情報見れば余計、うん、全部情報入っちゃうじゃない、いや欲しいんだけど、逆にその自分じゃこれは買えねえやとか、そうすると例えばデジタルで何かやれることがないかっつって、例えば悪いことやっちゃったことが、あこれいけなかったんだってなったりとか、アナログの頃に入っていっちゃう、そう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 、アナログの頃っていうのは自分が経験してあっちってやけどしたりとか、はい、そういうものがあって覚えていくじゃないかな、はい、今の子はやけどするからダメよって教えてもらうわけだ、情報が先に入っちゃう、情報が先に入ってくるの、だから失敗をしないし、そうだから失敗した時にへこんで立ち上がれないんだよ、なるほど、そういう子が多い、あでもそれがあるかもしれないですね、うん、お前覚えとる、俺があのしーちゃん、お前とカメがしーちゃん引っ張って、いや覚えてないです、覚えてない、250のしーちゃんだから何キロだあれ、200キロぐらいあったんか、しーちゃん鉄骨の、鉄骨の、はい、何やっとんだ、いや本当に重いですよこれとか言って、はい、えらーとか言って、はい、それ担いで200キロ担いでたたたた、そんな感じでしたね昔みんな、もう手のことやるんだわーとか言って、銃使うなーとか言って、鉄骨も持ってるとか言って、全部手でやったな、本当にそういう時代ですもんね、なんか物とかもなんかいたずらで、なんか、なんかいたずら中でいたずらしてくださいよ、せちゃおってさ、いや、わからんけど、なんかめちゃくちゃやってましたよ、中でいたずら、俺、相当いじめられてましたもん、いじめられてないけど、自動販売機のいたずらは覚えてるぞ、自動販売機いたずらって何でしたっけ、あの自動販売機、まあ、20個ぐらい商品あるじゃない、はいはい、もっとあるか、はい、売れないやつがあるじゃない、はい、全然売れないやつありますね、こんなの入れてもダメだよお前って、売れないからって、はい、自動販売機の人に来るじゃない、はい、いやこれねうちの推し一押しなんですけどねって、これが成績上がらないとうちも困るんですよとか言って言うんで、はい、あそうか任しとけ、はい、で自動販売機のボタンのところにガムテープの丸めたやつを入れて、はい、押した状態になってる、はい、お金入れるとやじゃんって出てきたの全部それ、そうそうそう、ありました、やってましたね、それ全部それ売れてそれ完売で、そうで僕らが行くと、あれちょっと待って、やめて、当たりが流行ってて、笑ってね、500円のメリットのバカだから500円のメリットで、ピピ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 ガチャンってパッてまた当たったって言ったのここでガチャンって出てきて、俺また当たったガチャン、500円全部そのまずいジュースそういうのありましたね、お尻が何するよ、お尻ことかなんかそんなのそういうのいいですよね、ありましたね、こいつね説明書で、なんか説明書であの面白かったな、雨降りに仕事やってこいつがあのお金もいつも持ってこない、はい、とにかく俺に怒られようとする兄貴ジュースいいですか、ジュースいいですか、でその時に帰って俺が現場雨濡れてて、はい、JR の現場かどっかで雨濡れてて、はい、財布を詰め所に置いてきちゃった、はい、でカツアブが専用ポケットの中に入れてて、はい、お前ちょっとジュース出せ、はい、後で出したんで、はい、ダメですよ今日俺母ちゃんに無理無理って1000円借りてきたんですよ本当ですか、家で出せ、はい、下打ちしながら、はい、自動販売機行ってだから何回見ても雨で濡れてる、あそうだろ戻ってくるから戻ってくる、あーってイライラして、はい、戻ってきたのピッて引っ張ったら真ん中でビーッと破れてありましたね、破れて砂が入ってちゃうビーッてバカだぞ、破れて入っていったところのこんな薄い隙間に手つくる開くわけねえ、ありましたね、ほんとバカだよな、じゃありましたね、いやありましたね、あの時のあの前のあの泣きそうな顔して決めた半分持ってな、兄貴が何度言うからだって涙目になってありましたね、他になんかなかったですか昔、面白い話、面白い話、よく脱ぐんだこいつ、今どうなるかしら、すっぱだかになる、で、あのカツノブのカツノブが大きくなった状態で俺のとこ肩くんのちょっとそうですよ、なんかちょ昔なんか俺誰からなんかみんなに先生のとこなんかもう縛られてこっち執行できるけどお前立たせろとかでなんかそういうのあれでしたよね、飲んだりしてエアガンでチンチン打たれてそう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 めちゃ怒るエアガンで現場で足まくり取ったらパッとなんか飛んでくるのエアガンで打つよ、そんな作業状況が悪いとエアガンで打つよお前何サボっとんだパッノリノリなんかノリでしたねあの頃本当にめちゃくちゃだったな、めちゃくちゃでしたよね本当に、あとあれ覚えてる、
髪の毛緑色になってナメック星人だった。あ、僕がですね。あ、ありましたね。バカだよ。あ、ありましたね。そうそうそう。顔包帯みたいに自分こんな風にしてくるんだよ。こうやって。そうですね。あの病、なんかやらかしたんかな。包帯みたいに回って。自分がなんだ、怪我したんか。いや、違うんですよ。なんだ、その顔。顔全部緑色。顔全部緑色。そうですね。なんだったら、人の友達のありましたね、うん、それ美容院の友達がいて、はい、その子から美容院髪の毛を緑色にしたかったと、はい、でその見たら髪の毛に塗って、はい、そうそう、ブリーチみたいな、ブリーチ全部10分置いて、あとは水で流すだけって書いてあったから、はい、水で流したと、はい、でバーッと洗ってバーッと全部流れたらね顔ついちゃっていやじゃあ、あれなんかこう染まっちゃったか、染まっちゃった、全部染まっちゃった、でナメック星人みたいになったそうそうそう、関連性つけたらいかんのも知らんもんね、ここまでつけちゃった、そうそう、ブリーチみたいな感じでこれ全部塗っちゃったんですよね、もうこれ全部緑になったんですよね、当分だって染まってますよ、顔色悪かったよありましたね、そんな現場の監督にめっちゃ覚えてますよ、昔のことなあ、 ああいうことは面白かった、覚えてるな、面白かったですよね、あの頃は本当で、悪いことばっかりやっとって、こいつは本当に大丈夫かって言っとったら、いつの間にかね、こうやって社長になっちゃったからさ、そうですね、そう本当に頑張ったうちの一人、うん、すごいと思う、俺逆に見習わなきゃいけない部分はかなりある、うん、そうですか、俺はすごい、お前、うん、俺これ別にお世辞じゃないよ、はい、うん、カメラ関係なしにして尊敬しとるよ、はい、すごいと思う、うん、悪いことやったこともいろいろなことは全部経験になっとるで、はい、あ、まあそうですね、あの一番いけないのは経験して失敗したことを笑えないことだよね、あ、また同じことやる、そう、だからそれは忘れたことになって同じことやったり、そこをつつかれると嫌な顔したりとか、はい、それはやっぱりいけないな、まあそうですね、失敗したことはいいも悪いも笑いに変えて、まあそうですね、自分の糧にしないと成長しないよな、まあそうですね、それがお前できてるから今社長なんだよ、あ、そうですね、まあ、すごい、みんなしますよね、周りはみんな知ってる、すごいと思うよ、なかなかできんと思う、うん、こんなに元気に褒められるなんて、あんなことだ、あ、マジですか、うん、ここでいきなり整形してアデランスで来やがったら腹立つよな、突然でほしいね、戻りって感じで久しぶりですって感じで、バックドロップの一つがやってやろう昔したんですよ、バックドロップしかもなんか足場レーカーを落とすとかありましたよね、バックドロップちょちょあそこレーカーのブルーバスターな、ブルーバスターの死にます死にますネット引いてあるから大丈夫それみんなそんな感じでしたよね、もう死んじゃいますハンドルとかに上手でしたよね、そうそう、安全帯ガシャーってかけて突き落とすとか、そうそうそう、もう本当そんな感じでしたよね、まあ、それがあったからやっぱ今があるっていうか、うん、まあ、もちろんそうじゃないですか、ネットがね1トンぐらい持つんだよ、その1トンぐらい持つネットをちょっと耐久性どんなんなんだい、はい、冗談でね、はい、やって、まあ絶対大丈夫なんだよ、はい、だけどもうこいつにしてみれば知らないから、もう泣き叫んでる。死んでる。もう死にます。死にます。うせばやでバーンって投げてブレーバスター。ブレーバスター。ビッグバードク。ビッグバードクみたいに。本当にこれ説明しても分かんないから。あの時のあの、もう本当に今で言ったら、もう犯罪だよ。犯罪。捕まってる。ゴールの騒ぎじゃないですよね。パワハラ。ね、ですよね。パワハラところじゃないですよね。定義禁止ところ。逮捕ですよね。みんなやってたこと。そういうのでしたよね、うん、まあ、本当はあの時代だけ良かったんですよね、うん、大人になったですね、本当に、いやいや大人にならないかんよな、もう年になるんですからね、この年になってまだオラオラ言ってたかな、まあ、それだからな、これ、はい、面白い話いっぱい聞きましたそれだからな、いい話しとった、俺めっちゃいい話聞きました、いい話聞きました、心に響くいい話、いや、まあ心には響いてないですけど、怖かっただけなんで、あ、そうですね、じゃあこれが、まあ恩師でもないけど、まあでも仕事をしてくれたら厳しいですよね、確実に、うん、で僕はその前いろいろあって29から会社できたのもすごいな、多分でもあれがあったもんで、限界を知ってるじゃないですか、で仕事ほんとに分からなかったんですけど、29で久々にやり始めてクランクまとめて18分のやつに、お前これ直行やーとか言って、実際持ってまいったやーとか言って、もう会社やり始めてたけど、もうそんな感じでしたけど、まあ、ただあの時ほんとにすごかったじゃないですか、だからもうそれが当たり前だから、もっといけるでしょう、こんな手で運べるでしょうとか、可愛がってまいったんですよ、鉄骨もそうわからなかったですけど、まあ触りしかやってないじゃないですか、ただ一生懸命走るっていうのがあの時代流行りとか、そういう人ばっかじゃないですか、もう根性だけはあったからな、お前は、まあ、そうですね、うん、だからその時代で良かったのかもしれないね、そうですね、それだったもんね、まあ、今でもそうですね、まあ、何でも YouTube でも頑張ったらなんとかなるんじゃないのみたいな、いろんな YouTube 今ね、登録どれぐらい、まあ、どうっす、今16万ちょっとですね、そう16人じゃねえのか、16万です、なんでそんなにいいの、山もありますよ、うん、ファン、まあ、ファンでないでください、まあ、
ちょっと興味があるぐらい、まあ、建設会社の人が多いんで、多分。あ、そう。はい、桜じゃないそんなにお金ないし、友を友を呼んで悪いやつを呼んで、いやでも建設会社の人も多いですよ。あ、そう。ほとんどが。